まず一番左、ゴールキーパーです。えー、まあ、谷くん、大迫くんが現状の代表ではありますね。じゃあ、その次の時点は誰なのかと言われたら、まあ、正直、J1 から呼ぶでしょまあ、ゴンダさん見送ったというところがあるので、まあ、新潟の小島選手と岡島の早川選手ってことにはなってくるだろうなと。もちろん、今一瞬、岡島ね、あの、森田選手になってますけど、例えば佐々木がまた取り戻したらとか、あとはザイオンですよね。 西川選手からそれ守護神のさ奪い取ったら彼らに関しては話違うなと思いますけどなんか今回の選手選考を見ている限り中村康介さんが外れてシュミット、谷大阪っていう風になったってことはやっぱビルドアップ重視なんだろうなとまあ他のまあ一応ねデータとかから見るとそうだろうなってところが見えてたりするので。 で、あと、今、今までの傾向といきなりここのポジションで若手というかね、新勢力いきなり使ってもっていうのはあると思うから、それもあって、権田川島を連れて、谷大迫となったと思いますけど、じゃあその次誰なのかって言われたら、もう正直、小島、早川、財音佐々木の4人が、あとはこの森保ジャパン内だとはあるかなってところでしょうかと。